後ろがちょっと割れてまして、ブルーンさん来たよ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 、ドライバー山本裕太選手、コドライバーは立ち食い和子選手です。乱れっぽい車だって。さあ山本裕太選手も元気のいい走りを各スペシャルステージ SS で見せてくれています。ここからは一段奥に向かいまして、よし進んでいく。そしてインフィールド、細かいコーナーが2つ、右そして左、ここから立ち上がっていく。高速になりますが、マシンの向きをうまくアジャストしながら、しっかりと直線的に立ち上がってまいりました。どうぞ皆さん大きな拍手を。JN3 クラス名古屋ドペットナブール86、ドライバーは中崎正史、コドライバーは大谷啓太選手です。共にラリー歴8年目というこの2人、さあ午前中もこのカラーリング触れましたけれども、真っ赤なマシンにホワイトの目立つライン、そして横には名古屋ドペットの NTP の文字。さあ最終セクションに向けて細かいターンをうまくマシンをコントロールをして立ち上げていく。スピードを乗せていきたいところ。さあリアをスライドをさせながら切り返しこらえて、今フィニッシュライン。どうぞ皆さん大きな拍手を。さあスタートしていきます。今度はシルバーがこの太陽の光に反射して綺麗に浮かび上がりますね。 JN3 クラスカーナンバー29、エナペダルアドマン給与 GR86、 ドライバー山口誠司選手、ドライバーは澤田光一選手です。この砂ぼこりで山口選手押さえてる、これはグリップ、だから控えめ控えめにして派手なアクションよりもといった感じ。なるほど、もう彼の性格そのまま現れてる、控えてるという。プロジェクトミュー、ダンロップ、インギング、GR86、曽根隆人選手、そしてコドライバーは竹原静香選手です。昨年 JN3 クラスにおきまして、惜しくもシリーズランキング2位というこちらのチーム。さあ、今シーズンこそチャンピオンを取っていきたいというところですよね。さあ、そんな中で、このプロジェクトミュー、ならではのキャラクターの顔も、描かれております。このマシンのカラーリング、さあ最終セクションを抜けてフィニッシュラインを越えていきます。それだけの練習、今フィニッシュラインのところで見ている中でゼッケンが
後ろちょっと割れてきて、あれ多分山かなんかで引っ掛けて、あの割れてるというか、ちょっと外れかかった。そうですね。ゼッケン33番ですね。JL3 クラスウィンマックス単独モティーズ初登場。ドライバーは渡部裕樹選手、そしてコドライバーが鶴巻俊介選手です。めちゃくちゃ外れちゃった。ナンバー32番、こちらは JN3 クラスフィットイージーレーシングダンロップジール86、ドライバーは石川沙織選手、コドライバーは鈴木重隆選手です。さあアウト側からマシンをターンインさせ、そしてライン安定してるんですよね。本当にね、昨日から違う SS から走りを見てるんですけれども、リンゴちゃんという愛称で呼ばれております石川沙織選手。こちらもですね、ドリフトの女性のシリーズで、女性選手が参加するシリーズでチャンピオン経歴を持つ石川沙織選手、コドライバー鈴木重隆選手と共に戦う。ですかね。さあスタートを切ってきました。さあカーナンバー34番がスタートを切ってまいりました。岡左衛門レーシング&キレイどころブリッドシンボリダンロップ86、キレイどころの2人、内田園美選手ドライバー、そしてこのライバーは石垣春恵選手入ってまいりました。さあちょっと迷ってます。ちょっと迷ってます。さあしかしまあラインを今戻しましたけど、さあ高速セクションに戻っていました。最後の2コールはね守りましたけど、来たよ。